では SJ の協力的なツールの使用ですね、はい、どんな道具、この SJ タイプが使う協力的なツールと、はい、協力っていうのは強いじゃなくて、うん、この肩を組んでる協力です、はいはい、文明は都市の集まりであり、都市はツールの集まりですと、はい、ストリート、歩道、建物、乗り物は全てツールですと、そしてそれらの建物、通り、通りというのはストリートですね、はい、乗り物にある何百万もの器具、道具、機械もまたツールです。さてどこにツールがあるかならば、それら規定する規則が存在しなければなりません。マニュアルがいると。私たちの傾向はこれらの規則に協力するか独自の方法を進むかのいずれかですが、うん、SJ は協力の側にいますと、うん、僕もそっち側にいます、はいはい、NF だと思っているので。例えば SJ は左側が空いていても通りの右側に駐車すべきと考え、うん、他の交通がない場合でも赤信号で停止すべきと考え、うん、方向転換の際にシグナルは出すべきだと考えます、うん、協力遵守、適合遵守、条順、これらの規則に対する態度はガーディアンズの意識において他の機質よりも大きな役割を果たしますと。実際ガーディアンズはアーティザン SP ですね、はい、の職人の工業主義的なスタイルで何でも仕事を終わらせるという考え方を何かしら反社会的で無責任なものとみなすことがある、はい、ガーディアンズは、はい、なるほど、とりあえず仕事をさっと終わらせればいいんでしょ、はい、っていうのを反社会的だ、ルールに従わなくても早ければいいじゃんとか、うん、そういうのは規則を破っても、その SP の気持ちとしては、はい、省エネですからね、いかにサボるかですよ。だって自分の快適が一番ですもんね。いかにサボって目標を達成するかなので、自分の快適とは何事だっていう感じですよ。反社会っぽいですよね、はい、社会っぽいです。ルール無視してこうやってたらすぐ終わるじゃんみたいな。だって車通ってないんだよ、赤信号でも別にいいじゃん、渡ったらもうすぐ着くよみたいなとこじゃないですか。東京行った時びっくりしました、はい、中学生の時に、はいはい、みんなが信号無視するんですよ、はいはい、歩道を、はい、って、うん、あの感覚ですかね。その感覚じゃないですか、はい、だって車通ってないんだよっていう。なるほど、はいはい、楽しむためだけにルールを無視したり物事を加速させるためだけに無視するのは許されませんと。ルールを無視することはしばらくの間うまくいくかもしれませんが、はい、それは破滅への道です、うんうん、そうだ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 。協力はより安全な方法であり、これには自己中心的な概念を捨てて他の人と協力し長い間共通の合意に従うことが必要ですと。さもなければ確実に混乱が生じるでしょう。だってそうなんですよ、勝手にちょっとずつ。わかりますよ。あ、ごめんなさい、ちょっと今向きになっちゃいましたね。まあ、みんな信号守らなくなるみたいな話ですよね。そうなんです。で、ある人は、はい、これぐらいならいいじゃん、はい、これぐらいならいいじゃん、はい、これぐらいならいいじゃん、はい、ってやるとそのうち事故が起こるよ。そうですよ。その、まあ、社会的ルール、まあ、信号を守るとかって、うん、多分これをすることによって、まあ、効率よく回るよっていうのを考えられた上で作られてるルールじゃないですか、はい、そうなんです、はい、なので車がいないからといって渡るのは良くない。政治もそうなんですよ、はい、でもどこかでやっぱり歪んで、はい、歪んで寄進できますよね、うん、すいません。共通の目標の追求において互いに協力しましょう、はい、ってガーディアンは言います、うん、長期的に規律とチームワークが私たちを目指す場所に導いてくれるのです、はい、そうなんですよ。この人類を進化させるために、はい、この人類という我々のこの日常をね、はい、ちょっとずつこの鉄条網を広げていくためにはルールが大切なんですよ。はい、わかりますよ。ルールを破っていいとは思ってないです。破るだけです。はい。で、ガーディアンズは行動を統制する法律を作成し執行するために一生懸命取り組み、規則と規制を確立し従うことでのみ文明の秩序を維持し、従って私たちの家庭、コミュニティ、ビジネスを保護できると主張しています、うん、他のタイプは秩序を保つ誰かがいることに感謝しているかもしれませんが、規則の制定や執行には生き生きと興味を持っておらず、うん、
このタスクを常に警戒心の高いガーディアンズに任せることに満足していますと、うん、マイヤーズ、マイヤーブリックスですね、はい、マイヤーズの言葉で言えば SP、NT、さらには NF でさえこの分野で SJ に運営を任せることに満足していますと、うん、ほとんどのガーディアンズ、SJ は指導の責任を求める傾向があり、アメリカ合衆国の大統領のほぼ半数がガーディアンズであることは幸運であり、おそらくアメリカの軍の高官やアメリカの企業の CEO のほとんどもガーディアンの性格を持っているでしょうと、うん、やっぱりそれだけこの守らせるっていうのが大事なんですよね。まあ平坦ですからね、会社動かないですからね、 NT 戦略ばかりでは、はい、でやっぱ昨日のライブでも指摘を受けましたが、はい、この生徒の側だといかに破るかっていうので、はい、拘束を目の敵にしがちだが、はいはい、じゃあ いざ自分が先生の立場に立った時に、うん、君らはそれができるか、はい、この学校を運営する側に立ってね、うんうん、やっぱりある程度この猿たちを、はい、どうこの守らせるか、はい、っていう側に立つとやっぱり SJ は頼もしいですよね。SJ は、まあ、無駄なこともあるわけじゃないですか。無駄なルールというか、無駄なルールは排除してもいいと思います、はいはいはい、まあ、そういうのはありますけど、現代通念によってみればね、はい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 、無駄なものはたくさんあります。そういうのがなければまあいいかなって思います、はい、なんで常に変革は必要でしょうね、はい、しかしホワイトハウス、ペンタゴン、または取締役会のメンバーでない場合でも、うん、ガーディアンズは大学の規則委員会や地域のそういう委員会、政府の規制機関や市民監視団体としても活躍していると。 SJ はまた大陪審や規律委員会のメンバーとして奉仕することを誇りにし、警察官や税関、法廷の警備員、検察官、判事としてのキャリアを求めることもあると、うん、そしてガーディアンズはこれらの活動のために適した装備を持っています。アーティザンは SP 職人ですね、はい、高度な感覚を持っていること、いや、うん、そういう鼻が利くことは知られていますが、はい、一部のガーディアンもそういう感覚、規則を観察する際には同じくらい鋭いと、うん、SJ は規則が何を言ってるのか、線がどこに引かれているのかを知っており、うん、傾いた耳と鋭い目で最小の非遵守、最小の逸脱、違反、または違反の兆候を検出します。はい、こういう駆け引きしてそうですよね、 SP と鼻の利くもん同士、あ、ここまでさ破っても大丈夫かなみたいな僕はなんか、はい、見てて苦しいですなんか、はいはい、でその辺が敏感っていうのはある、お互いあるみたいな、はい、さらにガーディアンたちは SJ ですね、うん、不動産の公式な登記所有権を信じていると、はい、SJ は所持が法の9分の1であるという SP の意見には同意しませんと。あ、 SJ は所得というものがそんな法の9分の1だよっていう SP の意見、それどころか SJ にとっては法律は所有権の唯一の信頼できる基盤ですと。あ、 SP は法律すらも破るものかもしれないし、はい、うん、所持なんてしててもさみたいな、はい、何が信用できるのってことなんですかね、うんうん、土地って言いますよ、でも結局は、はい、結局は不動産って言いますよ。そう、権利って話ですよね。権利です、多分、はい、さらには不法な占有、過度の借金は SJ の悪事リストの中で高い位置にあり、正当な所有権は非常に尊重すべきものですと。実際ガーディアン SJ たちの考え方の基盤には行動と非行動、持つことと持たないことに対する見解に対する強力な規制的な基盤があるように思われると。このような法の支配に対する信頼はガーディアンには自然な場所を見つけ、彼らの神髄にすんなりと吸収されるようですと。連邦最高判事ウィリアム・ブレナンも次のように認めています。質問、あなたは最も難しい問題も法的解決可能であるという不滅の信念を持っているようですねっていうのを受けたときに、うん、確かにそう信じています。私たちは法律でどこかしらで問題を解決できるようにしなければいけないので諦めてはいけません。あなたは法律への信仰心はどこから来たと思いますか。私は浸透によるかどうかは分かりませんが、
確かに法律学校からそれを持ち帰ったと言えます。それが法律の素晴らしいところです。ちょっとすいません、ちょっと分からなかったですね、はい、物流的な知性とあります。物流というのは平坦のことですね、はい、平坦、ロジスティック、ロジスティック、はいはい、ここにあります、はいはい、物流学は物資の調達、配布、サービス、うん、および補充に関するものだと。物流はどの組織においても成功に不可欠であり、ビジネス、世帯、学校、軍隊など様々な組織で適切な人員が適切な場所に適切な時に必要な物資を提供できるようにするため、この SJ ガーディアンは非常に創造的であり、物流のスキルを発展させるのに非常に熱心だと。たとえ SJ が他の3つの活動領域、戦術、戦略、外交のスキルを発展させることができたとしても、物流スキルを練習しそれによって発展させることははるかに簡単で楽しいと。アーティザン SP は芸術的なバリエーションに目を向けているのに対し、ガーディアン SJ は特に物質の保守と連続性について信頼性を最重要視していると。言い換えればガーディアン SJ は新しい方法で物事を組み立てるよりも物事をそのまま保つことに関心があると。新しい製品や手順が不道徳であるか違法であると限りませんが、それらは変化を導入することになるので、ガーディアンにとっては疑念の目で見る必要がある。新しい手法に対しては、はい、こっちの何かを変えなきゃいけなくなる、はい、それに対してはちょっと疑いがあるよと、うんうん、SJ は変化が不可避で必要であり場合によっては望ましいと知っているが、それが古くからの信頼性ある製品や長年の期間の試された方法に影響を与える場合、疑念の目で見るべきだと。電気自動車どうなの、はいはい、みたいな話、みたいな話ですかね、はい、自動運転とかどうなの、はい、変化はゆっくりと進化することによって起きるべきであり、うん、急激な変化によってはない方がいいと考えている、うん、まあこれは本当にそうですよね。綱引き本当にそうっていうと、いや電気自動車がいいかどうかは、はい、うん、どうかは分からないと僕も思ってます、はいはい、テスラどうなのって思ってます。そのゆっくりじゃないと対応できないよって話じゃないですか。ここで言ってる SJ の急に全部の車を電気自動車とかすると何か今思いもよらない事故が起こる可能性があるよって、だからじわじわ変えていきましょうって話じゃないですか。そんなこと思ってないですよ。そういう話ですよね。今急速に変化するのは良くない、良くないな、変化は大切だと思ってるけど急速な変化は良くないって、この人たちはこっちを崩すなって言ってますよ。こっちをだからその対応できないからですよね。物流が滞る可能性があるからですよ。急に AI を導入するって言ってもみたいな、じわじわやってこうよみたいなやっていこうよって考えるのは、はい、上の人の係役目です。で、あ、だからこう降りてきた時にその急激に変化はできませんみたいな、じわじわ導入していきましょうっていう感じですよねっていう会社も見えました。はい、はい、っていうのが SJ じゃないですかね。僕は今、はい、車に乗る、はい、あの三菱デリカに乗る身として、はい、そんな急に EV なんて信用できるかっていう思いの話をしました。でそれは SJ はこう仕組みを変えたくないから、今まで問題ない仕組みがEV に変わることによって何かが足りなくなるかもしれないし、もしかすると電気で動かなくなるでしょうとか、雨で動かなくなるでしょうとか、水没したら、そう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 、水没したらガソリンも動かなくなってきますけど、ね、それはそうです、はいはい、とか、まあ、そういう急激な変化がダメだって話じゃないですか。電気が絶対ダメっていうわけじゃなくてっていう、あ、それも分かってるけど、分かってるけど急に電気に移行するのは今までガソリンで何の問題もないよねみたいな、まあ、問題ないかどうか分かんないですけど、はい、まあ、例えばですけど、はい、ガソリンで何の問題もないのにここでこれがいいって言われてるからって変えてしまうのはリスクがあるんじゃないのっていう、っていうのが平坦かなって、平坦的な考え、なるほど、物流的な、この物流が滞ってしまう可能性がある。外交官は黙っておきます、はい